今回の動画ではコードチェンジを早くするためにはどうしたらいいかというものについて、簡単に説明をします。最初、コードを覚えたばっかりの頃ってやっぱりコードチェンジにすごい戸惑いますよね。C から G に行って次 F なんていうともうそんなにコードが間に合わないって思ってしまう人がたくさんいるかと思うんですけれども、これをですねコードチェンジを早くするにはどうしたらいいかっていうと、まあ、言い切っちゃえば練習しかないんですけれども、まあ、それだとちょっとラチが開かないので、まあ、簡単にいくつかコツを説明してみたいと思います。まず、今回説明する一つ目のコツはですね、共通する域を見つけるということですね。例えば、C から Am のコード。ここから Am に行くためには、全部の指を離して、また人差し指からいちいち形を作り直していったら、これちょっともったいないですね。C と Am は、薬指を変えるだけでコードチェンジがもうできてしまうので、形をいちいち崩したりせずに薬指だけをチェンジすると。同じように例えば Dm から G7th なんかのコードもそうですね。これも人差し指が共通する指なので人差し指をずっと置いたままでコードチェンジをすると。で他にも形が似ているのでそのまま使うコードとかありません。例えば Em から Am、 あ、E から Am ですね。これそれぞれ形が全く一緒で弦が1本ずれているだけなので、できるだけこれも形を崩さずにそのまま、スッと下に移動したり上に移動したりできるようにするといいですね。こういった形で、無駄な動きをできるだけ少なくすると、他にも共通しているコード、共通する指があるコードがたくさんありますので、ちょっと自分が練習しているコード、自分が練習している曲のコードをですね少しこうザーッとチェックをしてみて、そういったコードの並びがないかどうかやってみてください。これがあるとないではちょっとまた、コードチェンジのスピードが変わってくると思いますので、頑張ってみましょう。